いつもご視聴ありがとうございます。工房ともチャンネルです。ですね、今日はクロスカブに乗っております。前回の動画でね、ハンターカブ乗ってクロスカブ乗ったらどうなるんだろうっていうのもあって、ちょっとね、後日クロスカブでワインディングしてきたんですけど、今やっぱりね、ちょっとハンターカブの方がいいよなっていうのもありまして、ちょっとね、改善しました。というのがですね、ちょっと音がうるさいのと、雨が降った時にやっぱりね、ウィールズウィンのパワーフィルターがですね、濡れてしまうと。で、一回ずつ脱着するカバーも作ってたんですけども、ちょっとそれだとね、めんどくさいだろうということで、考えました。で、今回はウィールズウィンのパワーフィルターを装着した状態のエンジンで、純正エアクリーナーボックスのカバーの方ですね、それをポン付けしました。なんでこの方法を最初に気づかなかったんだろうっていうのもありまして、最初ね、もう完全につかないと思い込んでたんですよね。そしたらね、意外とつきました。ただね、取り付けはね、レッグガードっていうのかな、純正カールに、まあ、左右ビス止めは、まあ、そのまま使うんですけども、ですね、上側がプランプランするので、フレームと結束バンドで、で、その結束バンドを、パワーフィルターじゃなくてですね、純正カバー、エアクリーナーボックスのカバーにネジ山するとこあるんですけど、そこに通しました。はい、こちらが純正カバー、わかります？ここ結束バンドで引っ掛けています。あとはね、ここは純正ネジで固定します。で、ちょうどね、ここにね、フレームがあるんですよ。ここに結束バンドやれば、干渉なしで、ね、パワーフィルター装着した状態で走れます。ちょうど向かい風が、こう、下、ここに当たって下に行って、ここを冷やすエンジンですね。っていうような記載があったので、試しにやったら、つけれるじゃないですか。で、ここのフィルター、パイプなんですけど、真正面に向けるより若干こう、左、こう、なんだろう、R が左に向くように、ね、フィルターの、サクションパイプですね、向きをやれば、ピタッと、はまります。っていうことで、試運転してるんですけども、全く問題ないので、ね、ちょっと今から走っていきたいと思います。よし、いいかな？これくらいだとね、もう全然、ここまで回せばね、ハンターには追いつくんですよ。ただここまで一回ずつ回すのどうなのかなっていうね。まあでも排気量考えたらね、だいたい巡航速度はまあ普段これくらいなので、タコメーター映せると思うんだけど、6000回らないんだよね、4速で。だいたいこの感じで走って、で、音量どうですかね、エンジンフィルターのね、って言ったって体感でしかないのであれなんですけど、若干ですよ、ノーマル、そのままパワーフィルターをそのままつけるよりは静かです。それでいって、なんだろう、自作のカバーつけた時よりは全然パワーは出ます。っていうか、ポン付けパワーフィルター状態のレスポンスそのままですね。で、雨対策もできて、で、クリーナーボックス純正のカバーというか蓋というか、あれがですね、向かい風がクールエンジンのヘッドにね、直接当たるような構造がなってまして、これはいいなぁと。やっぱね、前こんだけ回せば次爆音だったんだけど、やっぱ若干ですよ、爆音は抑えられてるし、レスポンスは犠牲にならないし、雨対策にもなるし、パッと見ね、外から見た状態、パワーフィルター装着してるようには見えないんですよ。まあ、それもちょっと通かな、みたいなね。
カーはね、アクセルそんなひねんないで純正マフラーの静かな状態でこの坂をスルスルと上がってしまうと、まあそこは125ハンターカブ新型エンジン素晴らしいですよね。ただ新型のハンターカブ慣らし運転中なので、まだ上まで回してないのでちょっとわかんないです。あとタコメーターついてないのでね、まあ感覚値ではあるんですけども、なんかね、大雑把に言うとハンターカブノーマルがディーゼル車みたいなトルクフルで、クロスカブ吉村のマフラーにウィールズミンのパワーフィルター、これはもうなんだろう、 EK9 ホンダの転録タイプ R、 ああいう感じの高回転型ですね。高回転型って言ってもね、純正だと4000くらいの、なんだろう、3000、4000くらいで十分なのところがね、やっぱね、4000、5000あたりまでトルクバンドっていうかね、実用トルクが上がってる感じはするんだよね。まあでもあくまで感覚ですけどね、こればっかりは。あと外気温だとかね、走る状況とかにもよるんですけど。いや、いい音だよね。走る時のね、ほとんどアクセル切らない状態でのトルクもね、まあ申し分ないですね。今まではね、自分の中の基準がノーマルクロスカブといじったクロスカブ、まあこれですね、その比較だったんですけど、そこにノーマルとはいえ125の JA65 のハンターカブ新車ですね、あれを持ち込んでしまったがためにですね、クロスカブがなんか不満点が出てきたというか、音はいいんだけどやっぱね、ハンターカブの静かなマフラーでトルクフーもういいよね。いや確かに吉村のマフラーの音もいいんだけどね。まあ峠でね、こういう風なとこ走るんなら、まあ、クロスカブの方がまだね、なんか、楽しいかもしれない。回せるからね。ただ、住宅街とか深夜とか通勤とか、実用で走るんだったら、ノーマルのハンターカブは素晴らしいと思う。あとはもう、積載と収納はもう、クロスもハンターもないので、あ、積載はあるのか。ほんと、そこだよね。あとはやっぱ見た目。見た目はね、ハンターかっこいいよね。うちの場合はね、車もそうなんだけど、いじった後を想定してノーマルを買ってる感じがあるので、ノーマルがかっこいいから買うってことはないんですよね。車もまあかっこいいに越したことはないんだけどね、どうせいじっちゃうんで。まあ車もバイクもアフターパーツを見てかっこいい、なんだろうね、マシンを見てから買うみたいなところあるからさ。まあノーマルで一生乗れないんだろうね、バイクも自転車も。まあ自転車はドレスアップとかっていうのではないんだろうけども、うん、むき出しのパワーフィルターの時よりは音は静かで、レスポンスは全く犠牲になってないし、その、なんだろう、純正エアクリーナボックスの形状についてね、何らかの雑誌で、カブ結構空力になんかこうね、研究というかやっぱ考えられてるらしくてね、ぶっちゃけスーパーカブ110とクロスカブ110で、レッグシールド純正のあっちがついてる方が空力的にはいいらしくて、すごいよね。だったらクロスカブにスーパーカブ110のレッグシールドつければ空力性能上がってエンジン冷却も上がるのかっていう話なんですけど、それをやっちゃうと今度じゃあスーパーカブ買えばよかったじゃんってなっちゃうので、まあでもちょっと、うん、ありっちゃありだよな。なんかね、そういう記事読んだんですよね、雑誌でね。それを見てから純正エアクリーナーボックスのケースの形状をよくよく見たら、ああやっぱり考えられてるなと。
毎回毎回同じようなとこ走ってるって申し訳ないんですけど、ゆっくり走ってて喋りながら元ブログ撮れるっていうのはここら辺が一番なんだよね。あとね、45号国道とかね入っちゃうと喋ってはいられるけどね、あの景色とか楽しめないしね、ただただ吹っ飛ばして走ってないと、あの後続車に疲れるっていうね。そういえばあのちょっと話は変わるんですけど、 50cc のスクーター乗ってる友人がですね、あのドライブレコーダーの後ろにステッカー貼ったりとかね、やったらあからさまにあの煽ってくる車が減ったりとか幅寄せしたりとか、そういうのがもうあからさまに減ったと、やっぱそうなんだねって思ってね、自分もね後ろ向きのドライブレコーダーつけようかちょっとね考えてるところなんですよね。まあ自分の前煽られるようになったら逃げるんですけど、ちょっとここら辺ね